320ページ第一次世界大戦20世紀初頭のヨーロッパで軍備を拡張し積極的な世界政策を進めるドイツこれにオーストリアとイタリアを加えた三国同盟がありロシアとフランスの旅物同盟との間で対立を深めていたイギリスがドイツの挑戦に備えて英仏協章を結びロシアもまた 日露戦争の敗北により東アジアからバルカン半島への進出策へと転じて英露協商に踏み切ったことでイギリスフランスロシアの間で三国協商が締結され三国同盟との均衡に変化が生じた日本はイギリスとの日英同盟協約ロシアとの日露協約の関係上三国協商の側に立った1914年 ヨーロッパの火薬庫と呼ばれていたバルカン半島の一角でオーストリア帝位継承者が進路的なセルビア人に暗殺されるサライエボ事件が起きたオーストリアとセルビアの間に戦争が起こりその後ドイツとロシアの戦争に拡大したさらにイギリスとフランスもロシア側について参戦したことで帝国主義列強間の覇権争いから始まった第一次世界大戦は 4年余りに及ぶ総力戦,となった戦況は初はめドイツ側が優勢であったがイギリスの海上封鎖に苦しんだドイツが無制限潜水艦作戦を始めたのを機にアメリカが三国協商側に立って参戦すると戦局は連合国側に有利に展開したその後ドイツでは革命が起こって帝政が崩壊し 連合国側に休戦を申し入れ、第一次世界大戦は終結した。